い、どうも皆様こんにちは、岩本ファーム TV です。北海道北斗市よりお送りいたします。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日は7月の22日です。今日からあれですね、海の日とかも混ざっての4連休になるんですかね、世間様はね。はい、まあ、農家の皆様方はね、そういったものあまり関係なくね、今結構最盛期迎えてる方の方が多いんじゃないかなというふうにね、思いますね。しかもね、これだけ暑いとなかなかね、体的にも負担かかってきてね、休みたいけども休めないという日が続いてね、なかなかね、ちょっとね、一番しんどい時なのかなと思いますけどもね、まあ、休みね、皆様方もね、体の方にね、ご留意いただきながら、一つね、の作業一緒に頑張っていきましょう。今回の動画に関しましては、私これ今トマトの一番早い、定食が早いハウスに来ております。こちらのね、生育診断の方をね、皆様方と一緒にねやりながら、どういった状況なのかということをねお伝えしていきながら、今日は生育診断ということで、ね、やっていきたいなと思っております。6月こちらはですね5日定食のハウスでございますけれどもね、生育としてはねあんまり良くないですね。なんて言ったらいいんですかね、6月の5日に定食してちょうど3段目4段目来るくらいで7月入ってきました。そういった時にずっと曇天続いてて、生育がなかなかね思うかんばしくなかったような、そんな形なんですよね。で、やっぱりその時にやっぱりね一番大事な時だったんですけども、なかなか曇天続いてて雨降らずに曇天だったんです。今年は去年の日記とか見てるとそこそこ雨降ってたんですよね。で、でも曇天で、今年は雨降らずに曇天みたいな形で、水やるタイミングがね私の場合遅かったかなっていう形がねありましてね、葉先枯れがねすごく出てきております。プラスあと生育の状況がやっぱり葉っぱがちっちゃい、っていうか過半毛ではないんですけども、逆にちょっと生育の方が悪すぎて、集団がね葉先枯れとか、あとあんまり着火も良くないかなというような形でね、今ねまあ、生育してる形ですね。まあそれに合わせてね、まあいろいろこう対策っていうのもねやりながら今生育はしている途中なんですけど、まあそういったこともねお伝えしていきながら、まあ中段以降ですね、5段目以降の生育診断、それから、今私が、行っているまあ管理の状況とこういうことをねお伝えしていきながら、今日はね、動画の方を撮っていきたいなと思っております。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。やっていってみましょう。はい、それではね、やっていきたいなと思っております。まあメジャーですね、物差し何でもいいです、測っていきます。で、まあとりあえずね、この正面に見える今ね、ちょっと手に持ちながらやるので震えるかもしれませんけども、で、測っていきますけれども、これが成長点ですね。成長点で、これが開花している花房ですね。まずこことここの長さ、こことここの長さ、これを測っていきます。で、ちょっとね定規当ててみますと、これで17くらいかな、ですね、17、18くらいかなという形になります。で、この開花花房のねここの長さ、太さですね、1センチくらいかなというような形ですね、これね、はい、1センチくらい、そんな形でございます。で、まずねこれの基準がありまして、大体この長さはですね、13センチから15センチくらいの間というふうにね、言われておりますし、この太さが、茎の太さですね、これがね8ミリ、というのが大体の基準であります。で、やっぱりね夏場の時期というのはですね、夜温が高くなりやすい、で最低気温が高いということは、ここが太くなりづらくて、長くなりやすい、そういった傾向にあります。なので例えば8ミリ以下で細くても、ここがね、ちょっと長ければ、まあそれは正常な生育かなと思いますし、まあ極端にね色が薄かったりとか細かったりだとか、葉っぱがねおかしくこうピンって立ってたりとか、逆にこうクルンってなってしまったりだとか、そういう形になってしまうと、ちょっとね生育は不良かなというふうに思いますんで、そこだけね気をつけてみていかなきゃいけないです。なのでね、最低気温高いとちょっと伸びやすいかなというような形でね判断できます。でその次に見ていくのが、この花房、今咲いてる花房と、で次のこう着火してる花房ですね。で着火してる花房とこの着火してる花房ですね、この間をね、見ていきます。ちょっと伸ばします。で、この長さなんですけどね、ちょっと見づらかったらすいませんね、葉っぱで、今この花房とこの花房ですね、これが25センチくらいになるのかな、これね。ちょっと見づらかった、すいません。
ね。はい。25センチくらいです。これ大体適正ですね。23から25センチっていう風にね、これは言われております。うん。大体の基準ですよ。が、適正でございますんで、いいです。で、この太さですね。この下棒直下のこの太さ。これがね、1.5 センチくらいっていう風に言われております。これね、2センチちょっとありますよね。もうちょっと太いかなという形ですね。まあ、樹勢が強い状態かなと。大体ね、この段もね、太いですね。ちょっとずっと太く来てるんで、まあ、若干ね、下半も気味かなと思われます。なので、果実は若干ちっちゃいですね、これね。うん。これよりも細いくらい。例えば、隣見ますと、ちょうどいいくらいだと思うんですわ、これ。これ見ますと、そうですね。これでも若干太いかな。このあたりがちょうどいいかもしれないけどね。このあたりになると、そうだよね、1.5 センチだから。うん。まあ、これくらいになってくるとちょうどいい、よくできてますね。で、果実も見ると、まあ、普通にできてきてるんで、若干、若干ですけども、やっぱりね、そういった違いが見えてきます。うん。下半毛になりやすくなってくると、やっぱりね、果実のね、肥大とのバランスっていうのがね、やっぱり取れづらくなってくる。逆にね、木が細すぎてもね、本当に細くなっちゃうんで、これから上のね、段っていうのがね、やっぱり取れづらくなってくるんで、そこは本当に気をつけなきゃなんないですよね。なので、水をやるタイミングであったりだとか、本当に大事かなというふうに思いますね。うん。葉っぱのボコボコ具合で見ますと、これが、くらいがいいかなという形ですね。非常にこれ、いい状態かなというふうに思います。くるんともなってませんし、ね、はい、緑の状態も非常に切れてもないですし、太くもないですし、葉っぱも立ってないという形ですんで、まあまあいいかなという形ですね。成長点付近よりはこのあたりですね、の葉っぱ見る方がちょっとわかりやすいかなと思います。このあたりのこういった葉っぱが立ってるとね、うん、このちっちゃい葉っぱですね、立ってるとあれですね、薄くなって若干茶色くなってきます。そうしますと肥料切れであったりだとかしますね。逆にくるんとなってると肥料が多かったり水が多かったりというような状況でございます。これはまあいいんじゃないかなと思いますね。で、この太さがまあ親指くらいであればまあいいんじゃないかなというふうにね、思いますね。若干太いくらいですこれね。まあ平均で言えば1センチ5ミリね、1.5 センチというのが一番いいかなと思います。そして、この開花花房があって、着花花房があって、その下の着花花房があります。で、ここの葉っぱを見ます。ここの葉っぱの長さが、42から43センチくらいですと、大体ですけども、まあ、いい生育、水の具合も、ちょうど良かったなと思いますね。うん、ちょっと見ててみましょう。これで、はい、葉っぱの具合、どうでしょう。これで43センチから44センチ、45センチ、これぐらいですね。これね。葉っぱの長さなんで、ちょっと見づらかったら申し訳ないです。まあ、手に取ってもらって、葉っぱね、広げてもらってやった方が、正確かなと思いますんで、そうやってやってもらった方がいいかなと思います。で、これが42センチから43センチくらいが、だいたい適正かなと思います。で、それ以下ですと、水分が足りなかったよってことになりますし、それ以上ですと、若干下半も気味という形になりますんで、気をつけていただきたいな、というふうに思います。これが、おおよその生育診断でございますんで、一つのね、基準となるべきかなと思いますんで、まあ、よくよくね、皆様方のやつもね、見ていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。で、若干ね、薄いところとか見ててみましょうか。このあたりが、ちょっとやっぱり若干弱いかなっていう形ですね。若干色が薄くて、立ってきてる形かなと。これもそうですね、若干色薄いかなと。逆に、肥料が濃すぎてもこういう症状起きるんで、気をつけなきゃなんないんですよ。まあ、それは、使ってる肥料とかにもよりますし、ロング肥料使ってるんであれば、まあ、だいたい60日過ぎたくらいで、今、まあ、6段で来てるんで、まあ、本当にね、今、切れやすい時期かなと思いますね。で、ちょっと見ててみましょうか。これ面白いですよ、この段も。ちょっと見ますね。葉っぱの長さ見ていこうかなというふうに思います。で、これだな。これ見ていってみましょうか。これだとね、30、40センチぐらいしかないんですよ。お、若干ね。これ40、あ、40センチないね。あ、ちょっと40センチくらいか。これでね。うん。40センチということは水が足りてないですし、若干、生殖成長に偏ってしまってるかなというような状況ですね。うん。木の方も細いですしね、これね。この中段くらいまではいいかな。うん。まあ、親指よりも若干細いくらい。なんで間違いはないかなというふうに思われます。ただやっぱりね、水が足りなかったかなという形で、まあ私冒頭でも言いましたけども、今年曇天が長く続いて、まあ徒長するのも嫌だったんで、水若干控えめにやってきました。去年の、ね、日記とか見てると、その分でもね、雨あった
たんで、地下水がね、あったんですよ。そうすると、水ね、吸うんで、伊勢行く、まあ、よくよくできてきたかなって形なんですけども、まあ、今回、曇天で雨降らずに、若干土壌が乾燥してしまったということで、まあ、肥料がちょっとね、薄くなってきてるかなというような形で、4段目でね、ちょっとね、水流しながら肥料をね、まあ、入れてやるような形でやったんですけども、ちょっと手遅れっぽい感じもしないでもないな、というような形です。まあ、ここから巻き返せるようにね、なんとかやっていかなきゃいけないんですけども、難しい。本当にね、今年は難しかった。徒長しないように水切りながらやってたんですけども、それでもやっぱり道場の方乾燥してるんでね、これは本当に見極めが大事ですね。はい、ということで、今回は生育診断の方やってきました。今私がやっている解決方法としましては、腐植酸の液肥アズリキッドを入れつつ、根っこの方をね、しっかりと張らせて、後の、まあ、昼の吸収を良くさせようということで今ね対策はしております。で、その後ですね、入れているのが、アミノ酸系の肥料ですね。これをちょっとね、今年ね、試しに入れてみました。だいたい窒素が5、リンカリが1ずつ入っているような、そんな肥料をね、ここ、そうですね、まあ、だいたい1000倍くらいで、流してあげたという形ですね。その他そこにはペンタキープも入ってるんで、光合成と、まあ、アミノ酸の、まあ、窒素系の肥料をやって、この、まあ、木が弱い状態をちょっと回復させたいなと思います。本当にね、弱くなってきているような、先が細くなって、色がもう茶色くなってきているようなやつであれば、穴火って言いまして、ちょっと根っこが届くか届かないかくらいだと思うんで、その畝のね、端っこの方に、穴開けて肥料投入してあげると。そういった形も必要かなと思ったんですけど、まだそこまでの状態ではないんで、液肥で対応しているというような形ですね。うん。まあ、これでちょっと治ってくれればいいです。まあ、あとはね、カリの肥料ですね。うん。アリン酸カリも入れましたし、葉面散布でもね、リン酸とカリと吹いてはいますね。晴れてからですけどもね。うん。まあ、今のところそんな形でやってますね。まあ、玉の方を見てると、そこまでこう、なんつうか、カルシウム不足になるような、そんな玉はないので、今のところカルシウムはちょっとね、控えめにしているという形ですね。カルシウムを与えるとやっぱりね、まあ、徒長不足には、徒長防止にはなるんですけども、逆にやっぱ窒素とか、カリとかと拮抗しますんで、難しいところなんですよね。うん。これでやっぱり定期的に入れていかないと、やっぱ若干シリングされというのもね、中段以降の玉で、もうちょっとした、ゴルフ台ぐらいになってきたら分かってくるんですけども、まあ、そこも見極め必要かなというような形ですね。まあ、本当にね、ずっと、玉の方と木の方を見ながら、このバランス取りながらね、まあ、追肥と水の方をね、やっていくという形ですね。まあ、私の補助水持ちがいい方なんで、今のところそうですね、この間のがっつり暑い日が1週間ちょっと続いた時は、3日に1遍やったんですけども、今後はそうですね、5日に1遍ぐらいのペースでもいいかなというふうには思っております。これは木の状況にもよりますし、肥料の状態にもよるんで、一概にね、こうだっていう風にね、言いづらいんで、まあ、つくづくね、これは難しい判断になってくるかなという形でね、本当にね、トマトはね、やっぱ何回やってもね、難しいんで、まあ、それがやっぱりね、面白いんで、やっぱりね、トマトの栽培ってね、好きなんですよね。皆様方もね、良いトマトがね、今後もしっかりと取れてね、美味しいね、トマト。まあ、夏、これからね、本当に本番にね、向けてね、いろいろね、野菜できてくるかなと思いますんでね、まあ、良い菜園ライフ、お体にね、ご留意いただいて、楽しんでいただければ、いいんじゃないかなと思いますし、私もね、体に気をつけながらね、ハウスの作業、これからね、ネギも始まってきますんで、そういったこともね、注意しながらやっていきたいなと思っております。それではね、今回の動画は以上になります。本当に皆様方いつもご視聴ありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。したっけねー。バイバイ。